高原圭さんの買いことです。高岡編2回目、どんな出会いがあるんでしょうか。高原圭のわらしべ長者の旅、今回は高岡市周辺で買いこと千枚。前回は桜が見ごろだった高岡古城公園へ。高岡市を初めて訪れた平アナに見てもらいたい場所がもう一つ。ここですね。はい、はい、来ました。大仏じゃないですか。高岡大仏ですよ。これ三大大仏。そうです。あ、どうもこんにちは。あ、どうも。必ずなんかここでなんかいらっしゃる方や。そう観光ボランティアやってます。そうですよね、観光ボランティアの方で。そう何年前からやっていらっしゃるの。20年ほどになる。20年ほどやってらっしゃる。そう。あ、そうですか。77ですよ。77。はいはいはい。だけど元気ね。ケイさんも元気で。どうにかこうにか。やっとかし。やぼやっとかし。若い子連れて。新人アナウンサーの平と申します。こんにちは。あの若い子連れてあんた。お名前もう一度。平桃江と申します。平桃江さん。覚えといてね。帰りもう一回聞くから。わかりました。帰り行った時に。平桃江。うん、かかんでいいから。かかんでいいよ。かかんでいい。かんで言われ、かんで。ちょっと見てくっちゃね。行ってきます。いや、素敵な方でしたね。大仏様の台座の内部へ。失礼します。あ、そっか、長崎からやってまいりました。はじめまして、よろしくお願いします。はじめましての挨拶を済ませ、再びお父さんのもとへ。お父さん、どうもありがとうございました。いろいろと。これからお父さん頑張ってくださいね。人生の目的に向かって。人生の目的に向かって。お父さん、何目的あるんですか。え俺ないですよ。人格の完成。難しいことよ。最後一つ。名前は何て言いましたか。平桃江さん。素晴らしい。お父さん、メモなしでやるからね。お父さんね、覚えてましたよ。覚えてた。これだけの感覚で。じゃあまた明日来るからね。明日。お待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございます。また遊びに来ます。聞いてて。はい。ありがとうございます。行ってきます。はい。じゃあ明日。行ってきます。いや、いいね、いいね。あったかいですね。ボランティアでね。いいですね。続いて目に留まったのは、あ、鮮魚屋さんですね。ここはお魚、でも歴史があるようなね感じだよね。まあいいですね。何ですかあれ。何ですかそれ。カニですか。カニ。見ていい。どうぞ。ちょっとすごい、高原さん。これ輪島の。輪島の。はい、まだ生きてますよ。大きなカニ。いや、すごい。綺麗ですね。何ですか。ちょっと気になってたんですよ。アユ、生きたアユ。チアユですね。チアユじゃ小アユって言わね。今この大きさなんですよ。いや、これすごいわ。すごい。これは白エビのお刺身ね。わー。ほら来た。バイガイ。バイガイ。バイガイやね。水だこ。水だこだ。で、みんなちょっと居酒屋さんっていうのはね。居酒屋さんに行くんだ。行く品物をね。16年前に実家を改装して始めたという鮮魚山崎。元々は何だったんですか。元々は駐車場で、そっちがスナック喫茶だった。おもむろに何かを取りに行った山崎さんが持ってきたのは、ちょうど歌ってた時。俺が完全無欠のロックソロやってた頃の。その当時かな。その時こうやった。その時こうやった。やっぱりロカベリーやってた。そうなんです。この台場の前で踊ってたんです、ロックルロール。ロカベリーって何ですか。ロカベリー、知らないの。知らんのか。何ですか。ちょっとこっち来いよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ダダダ。おぉ、すごいね。やっとかしの人の動きじゃないですか。なんかスタンドマイクとか、イメージです。やってた。やってた。仲間だね。仲間ですね。やってた、こういう時代。時は1980年代。高原さんが完全無欠のロックンローラーをヒットさせた頃に流行っていたのがロカビリーというロック音楽のスタイルなんです。
いやーかっこいいですね。ちょっとやってみようよ。この当時に戻ってここ台湾の前じゃ。ワンツースリー完全無欠のロックンロール。私が女に無視されてロックンロールで生きていく。バカにするね。すごいマイク乗ってますね。じゃあそれ突っ張って。めっちゃ使ってる。突っ張って。オーケー、俺たちメイクだぜ、よろしく、よろしく。なんじゃこれ。ステージでしたね、今。見えました。スポットライトとステージが見えました。たださ、あの頃と違うのは、息ぜーぜー。ちょっときついですね。きついですか。いやー、いい思い出になりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ちょっと頼みがあるんですけど、買い事。買い事。ボールペン。何やろうか。フォー。これはもう白指。え？白指。これを。これを。いいですか？いいですよ。富山湾の宝石、白指がたっぷり入った冷凍パックをいただきました。ありがとうございます。買い事。いやーなんか。すごいやっぱり2人心通じ合ってる気がしませんでした。通じ合ってましたね。あと観光ボランティアの、ね、方も本当になんかこういつでも誰でも温かく迎え入れてくれるんだろうなっていうね、はい、だからあ平さんの名前もしっかり覚えてくれてましたね。そうですね、はい、はい、高岡編残りあと2回です。応募は KNB アプリから受け付けています。カイコトでした。